瀬戸市新世紀工芸館は、愛知県瀬戸市にある陶磁器とガラス工芸に関する施設。展示棟の外観、瀬戸の街の特性を生かした上で、新世紀の産業、芸術、文化の発展を図ることを目的として、1999年5月28日に開館した施設で、展示棟、交流棟、工房棟の3つからなる。 現在の瀬戸倉がある場所に1914年に建てられ、後に現在地に移築された旧瀬戸陶磁基陳列館を改装、復元した木造2階建ての建物。3つのギャラリーを設置しており、陶磁器やガラス工芸の企画展示を行っている。工芸館研修生による作品を展示、販売するギャラリー1と季節ごとのテーマで制作された陶芸、 ガラス工芸作家の作品を展示、販売するギャラリーにがあるほか、陶芸やガラス工芸の展覧会、公募展などの情報を集めて発信する、情報コーナーと作家の作品でコーヒーなどを楽しめるカフェがある。なお、展示棟と交流棟のギャラリーは一般への貸し出しも行っている。研修生を受け入れて、陶芸、ガラス工芸の研修を行うための工房があり、作業の様子を ガラス越しに見ることができる。また、工房では、ろくろやえつけ、吹きガラスなどの体験教室が行われることもある。ありがとうございます。